日本では夏は冬に比べて最大で5時間弱も昼間が長くなります。この日照時間の違いはなぜ生まれるのでしょう。私たちの住んでいる地球は北極点と南極点を結んだ線を軸にして1日におよそ1回転同じ速さで回っています。これを自転と言います。そして自転の軸は地軸と呼ばれています。その一方で地球は太陽の周りを1年かけて半径がおよそ1億5000万キロメートルのほぼ円形のコースをたどって回っています。このように地球などの天体が他の天体の周りを回ることを公転と言い、この公転する道筋を公転軌道と言います。地球はこの公転軌道の面に対して垂直な方向から地軸をおよそ 23.4 度傾けながら公転しています。地軸が向く方向は地球が公転軌道のどこにいても変わりません。毎年6月21日頃の夏至の時、日本は太陽からの光をどのように受けるか見てみましょう。地軸が傾いているために夏至のお昼頃、日本は太陽の光を真上に近い角度から受けます。そのため強い光を受けることになります。また北極の上空から眺めてみると、東京では夏至の時におよそ14時間35分太陽の光を受けていることがよくわかります。一方、毎年12月22日頃の冬至では、日本は太陽の光をずいぶん斜めになって受けます。そのため弱い光しか受けられません。北極の上空から眺めてみると、東京では冬至の時におよそ9時間45分しか太陽の光を受けていないことがわかります。どの季節でも太陽はお昼頃に南の空で最も高くなります。季節を通じた太陽の動きを東京を例に見てみましょう。春分と秋分では太陽はほぼ真東から昇り、正午に水平線からおよそ55度の高さを通り、ほぼ真西に沈みます。夏至では真東よりも北側から昇り、正午におよそ 78.4 度の高さを通り、真西から北側にずれた方向に沈みます。冬至では真東よりも南側から昇り、正午におよそ 31.6 度の高さを通り、真西から南側にずれた方向に沈みます。3つの太陽のコースを比較しましょう。太陽の動きは季節によってこんなに変わるのですね。もし地軸に傾きがなかったら、昼間の長さはほぼ12時間で変化しないため、季節の変化もなくなってしまいます。地軸が傾いているおかげで、日照時間が長い夏は暑くなり、短くなる冬は寒くなります。こうやって日本に四季が生まれ、私たちは変化に富んだ暮らしを送っているのです。